はい、ポケモンレジェンズアルセウス実況プレイのパート65ですね、やっていきましょう。ですね、まあ、今回も、図鑑埋め、進めていくんですけれども、当面の目標としては、ウソハチですね、の入手を頑張りたいと思います。ランダム出現なんでね、結構出たり入ったりしないといけないんですけど、まあ、とりあえず何箇所かに出てくるそうなので、そのエリアでね、捕まえられそうな他のポケモンも、合わせて狙っていければなと思います。進めておきますか。これだけか。まあ、OK。では。あ、いるかな？前回全く見つけられなかったもんね。揺れている鉱石を探すか、あとは、その、ウソッキーの近くに、いるかもしれないよというところで、注意していこうと思います。周辺の鉱石は特に揺れてないな。はこのここに一体いるんだよね。あとはこの辺りじゃなかったっけ。落とし物もちょこちょこあるからな。落とし物も拾っていかないとな。キーはいますけど、ウソハチは見当たらないですね。できるも特に揺れたりはしてないね。木は揺れてんだけどな。なるほど。あと合わせて探しておきたいのが、このエリアで言うと、エレキッド。あとあれか。まあなんか出て、
発生しそうな気配もないんだよな、特別。雨降ってるし、雨降ってればこれ嘘っき出ないんじゃない？水嫌いだしね。じゃあ、ついでにエレキットも探してみよう。エレブだね。エレブ、エレブ、エレキブル。いや、あれないか。とりあえずひとまず落とし物探し行きますか。これとねポイント集めも大事なんで。クライオンだ。あれ？収穫がありそうだ。あ、レベル高え。グライオンのタイプってなんだっけ？いいや。早い。待って。ガイアがいるじゃねえか。
煙幕が仕事をしませんでした。よし、いい感じ。やけどここで捕まえないと。よし、でもね、よしよし、思わぬ収穫。あちら、えい、そしたらこちら側には、いないようだったので一旦場所変えましょう。ではグレンの湿地の方にも行ってみます。火に飛んだ方が早かったか。ではこの辺りだな。ここだここだ、この辺りだ。この辺りに出ることがあるということなので、あ、待て、ここ揺れてる。おめえかい。あれ。ソッキーはいる。
キーはいるけど、ウソハチは姿が見当たらないな。金の鉱石も特に揺れたりはしてない。ここ揺れてるね。いやー違うな。こっちまで来るともう別エリアなのかな。でもしょうがねえんだよな。全員いない。困ったな。とりあえず、グレンの湿地なので、ついでに多分トゲピーか何かも狙えるはずなので、そっちも見に行こう。進化5はいるんだよね。あ、この辺りだぞ。違った、全然違った。非常に紛らわしいな。もスカか。入ったな。
とりあえず。で、どうだ？シュリネとパチリスは相変わらずいっぱいいるんだけどな。そういうのがあった。マジかよ。やっちまった。せっかく出たのに。ではね、バトルに来るポケモンじゃないよね。ちょっと焦っちゃいましたね。あ、この辺だ。問題はウソハチなのよ。全然現れない。蜂が全然見当たりませんね。いや、あのトゲピーもちょっと悔しいな。してないかな。
いやいや。一旦出なきゃダメか。いやー、きついんだ。2匹もいんじゃん。2匹もいる。探しに行けばいいのか、後で。なるほど。それまずこいつだな。まあ、次は、天眼と山麓メインに、探すっていう動き方ができるから。できればここでね、見つかっていただきたいんですけどね。石は揺れてない。いた！いた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 いましたよ。邪魔だ。いた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 。襲ってくるんか、いっちょ前に。あ、そうだー。やー、ちくしょう。揺れてる鉱石ねえか。いや、ねえなー。いやー、ちょっとせっかく会えたのになー。
ない。もうちょっとだけ。じゃ、とりあえずこの位置に出たので。痛い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 痛レベル53で何気に高いな。よし。って言わないです。よしよし、ことが運び始めたぜ。今、ソッキーがいる。あっちはいないか。入れてる石も特にないね。ウソハチ狙って動いてるのに、ウソハチ以外のところから持っていく。でも、ついでに、むしろ夜か。
泉にやってまいりました。あ、え、あれ、あったね。いいだ。ラッキー。じゃあとりあえず今回はここまでにしましょうか。いやーもうね、嘘蜂が捕まらんね。まあでも一回ね見ることができたんでちょっと希望が出てきましたね。はい、まあなんとなくグレーの湿地の方が期待値高いような気もしてきたんでね、次回はちょっと嘘つきの方は、嘘蜂の方は、グレーの湿地の方で狙っていきたいと思います。よしよし。はい。見ることはできました。ルビーか。うん。OK、OK。はい。じゃあ、まあ、そんな感じでね。間違えた。間違えた。はい。ポケモンレジェンズアルセウス実況プレイパート65、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは、皆さんまでにできるな。